久保さん、今回年金の作り方にしましょうか。年金の、僕いつも思ってることがあって、今頑張れる理由って完全年金なんですよ。国から年金もらえるはやったーで頑張ってるわけじゃないんですよ。じゃなくて資産をもうめちゃめちゃ作っとくっていう、もう自分がもうほぼ何もしなくてもほぼずっと見られ続けるメディアを持ちたいんですよ。まあ、とにかく何かしら見られてるっていう、これをねもう構築すればもう勝ちだと思ってるんで。だからブログも10年更新する、 YouTube も10万本アップロードして、まあ、僕の場合はねいろんなキーワードを SEO 入れてるので、まあ、10万本アップして再生数が1日ゼロ絶対ない。まあそれはね、久保さんもご存知の通りアナリティクス見てればわかると思うんですけど、まあ 100% ないじゃないですか。 100% ないですね。10万本アップして1日の再生数ゼロ絶対ない。つまりずっと露出し続けるわけですよ。3年前5年前10年前撮った動画でも見られるわけですね。まあもちろん全部が見られるわけじゃないんだけれども、ある程度のねいろんなことやってるといろいろこれと撮れるってことですね。だから僕がもう明確的にできてるのが、要は老後もう動けなくなるっていうのがもう明確的に分かってますし、年金も僕の世代は分かんない、もらえたとしても75からとかね、うん、かなりその限られてると思います。特に僕の下の世代もかなりきついと思うんですよね。まあそれは僕が言わなくても年金問題に関しては崩壊してるわけですから、かなり、今後年金に関してはきつくなると思いますし、まあ会社もなんだ終身雇用なくなってますし、だからその今も大事なんだけど、もっと大事なのが、今も大事なんだけどめちゃくちゃ大事なのが、自分が動けなくなった時、最悪のシナリオを想定した時に自分が何を保有してるかっていう、ここなんですよ。ここ今はねお金稼ぎたい、今変えたいってことでネットビジネス入ってくる人多いんですけどね、今ももちろん大事なんですけど、いやもっと大事なの、自分動けなくなるじゃないですか。でその時に金必要なんですよ。でその時にキャッシュフローどう回ってるかっていう、ここまで描いて、だから今のうちに仕込む、とにかく今から仕込んどく、10年後20年後30年後の未来に今から仕込んどくっていう、この発想、この考え方が僕はねめちゃくちゃ大事だと思います。だから僕はすげえ意識してますもん、常に。うん、そこは意識してますね。てかそこしかないですね。だってもう、だって確定なんですよ、これ。どうあがいても自分は年取って、どうあがいても動けなくなる体になるっていうのは確定なんですよ。確定です。確定です。だってもう決まってるんです、その未来。その未来を変えることはできないです。ね、久保さんが不老不死でね、今からいきなり若返ってくるみたいな、10代になってくる、ないでしょ。どう考えてもないでしょ。もう年取って白髪立って、どんどんね、おじいちゃんになってくるわけですよ。それはもう確定です。だからもう未来って分かんないんだけど、分かる未来はあるんですよ。だから分かる未来に対して今何してんのって話で。でもね、多くの人はね、そこをね、深く考えて、なんでそこめっちゃ、だって誰が考えても確定してる未来じゃないですか。で、確定してる未来に、なんでやんないのかなって僕はいつも思ってますね。僕はもう確定してる未来があるからこそ、今頑張れるっていうね。てか今頑張らないと、将来頑張れなくなるんだよね。いってらっしゃい。